公益財団法人、斎藤茂基地記念館は、山形県上野山市にあり、歌人で医師であった、斎藤茂基地を記念する山形県の登録博物館である。運営は、公益財団法人、斎藤茂基地記念館。歌人、精神会である、斎藤茂基地の記念館であり、開館時は、発起人の一人で記念館、建設実行委員会委員長を引き受けた。 大久保伝蔵元山形市長の個人コレクションを中心に、茂吉の遺族らから寄贈品も受け展示を行った。その後、築地、修造資料の充実を図り、茂吉が残した業績に関連する資料や、茂吉の生活を伝える書画などを展示している。当初は市営による運営であったが、設立の際の構想に基づき、1983年8月1日、 財団法人に運営を遺憾した。1968年に開館した建物は、今泉八尾の推薦で、谷口義郎が設計を担当。表札は、安田幸彦が記号した。また、1989年8月2日には、木地の老いである、森谷誠二郎から遺産数十億円の寄贈を受け、谷口の子息である、谷口義夫が設計を手掛けた改修。 増築工事が竣工。増築となった記念館は地下棟を新設し、展示室を拡大したほか、展示物も大幅に拡充された。2003年には、木地没後50周年記念として、新たな展示設備と検索装置を設置。さらに2018年4月27日には、開館50周年を記念した改装工事が完了し、リニューアルオープンした。 リニューアルによって、新たにモ吉が、気郷寺に作った作品を展示するコーナーを新設した、ほか、エレベーターの新設や多目的トイレも設置、バリアフリー化も進めた。記念館は、モ吉の聖火である、上山市近平の南にあり、明治天皇が、東北巡行に際に昇休止されたことにちなむ、三行公園に位置する。この地にはモ吉も時折足を運び、 作家に勤しんだという。また公園内には、もきちが箱根山荘勉強部屋と呼んだ、箱根の別荘の離れが移築されているほか、もきち、伊藤幸知島木やか彦の下避も立つ。加えて、明治天皇が昇級書した冠水亭も復元されている。ありがとうございます。